ヤクルトさん、東京ヤクルトスワローズさん、マジで堪忍してください。今日負けたんで、こっちとは3勝13敗で、借金10です。マジで堪忍してください。開幕投手はどっちも勝ち星0だと、キャピキャピしてましたけど、マジで堪忍してください。おかげで小学校時代にマラソン大会で一緒に行こうかなと言ってた相手が、陸上部の選手やって、先に圧倒的に追い抜かれたことを思い出しました。トラウマ蘇りました。マジで堪忍してください。はい、どうも、ベントスコアとナードルボルでございます。本日も DeNA の振り返りの動画撮っていきたいなというふうには思います。悪魔の5連敗が、続いていたんですけども、本日の試合結果を申しますと2対1で負けましたと。これで、ね、悪魔の6連敗、最初にも述べた通り借金10ということになってしまいました。はい、そうですね。でもね、今日は全体的に見ていっても、まあ、外国人がね、スタメンに帰ってきたっていうところが非常にいいかなっていうところと、全体的に本当に面白い試合、今までの試合ね、ちょっとなんか絶望感まではいかないんですけども、なんとなくね、逆転できないんじゃないか、勝てないんじゃないかなっていう試合がね、続いていたんですけども、今日は本当にね、最後までもうね、目が離せない展開でしたし、久しぶりになんかね、いい試合をしたなという感じで、そこまでネガティブな要素はならないんですけども、なんつってね、やっぱ6連敗というのと、さっき10というのが非常にメンタルに来るなという感じのね、展開でした。ということで、いつも通り、打線や投手リレーの振り返りなどをしていきたいなというふうには思います。選手たちの活躍はこんな風になっております。はい、そうなんです。今日はですね、まあ、9安打で、四死球の、出塁というものもありましたし、ヒットで見ても、ヤクルトよりも多いという中で、チャンスとは作ったんですけども、結局1得点という中で、やっぱ要所上昇のゲッツーであったりだとか、やっぱ今日はね、特にやっぱチャンスで打つことができなかったかなという印象にあります。まあ、反対に言うと、昨年まで多かった現象ですよね。ヒットとやっぱ出塁というものがあったんですけども、なかなか得点圏で打てず、さらにはね、そのホームランで得点という感じの試合が去年は多かったんですけども、まあ、まさに、それかなというのは思います。まあね、そのホームランの、そこからね、得点を抜いたっていう形になったかなというのは思うんですけども、まあ、なかなか1本が出ないというところもあるんですけども、まずはね、ちょっとね、ヒットが打てた、外選手も大津選手もヒットが打てていますので、そこはやっぱポジ要素なんじゃないかなっていうところと、全体的にね、打線が今日はつながりはしなかったですけども、ヒットが出て、そこは本当に良かったのかなというふうには思います。まあ、やっぱセンターとね、ショートのポジション、キャッチャーのポジションは日替わりで変わっていくかなというふうには思うんですけども、まあ、できる限りね、この打順というものを崩さず、やっていってほしいなというふうには思います。はいね、次に、まあ、投手リレーなんですけどもね、今日は、まあ、中5日で浜口選手が登板いたしました。結果を見るとね、6回投げて1失点 9S 達成ということで、10奪三振奪っていますし、非常にやっぱ素晴らしいんですけども、なんせやっぱり、立ち上がりの失点というものが、拭えないですよね。今日もソロホームランを2本打たれてしまいまして、その後はね、本当にスイ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 と言ったんですけどもね、やっぱ初回に捕まってしまうということで、球数も重なってしまうと、やはりそこはね、今後の大きな課題かなというふうに思いますので、初回さえやっぱね、抑えることができれば、7回8回全然毎回投げれるピッチャーかなというふうには思いますので、本当にそこだけはもったいないかなというふうには思います。まあ、なんせ言ってもですね、はい、最近はね、QS もね、今日で今4回目なんですけども、まあ、全くね、先発が試合が作れないという展開が続いてはいましたので、まあ、6回もね、全然もう長いイニングはないんですけども、やっぱ6回ね、本当に先発が投げてくれれば、中継ぎ陣もかなり楽だし、試合展開できるのが面白い展開になるなというふうにはね、改めてちょっと実感の方をいたしました。はい、ということで最後に、メンツ獲得選手を決めまして、今日の動画を終わっていきたいなというふうには思います。今日のメンツ獲得選手はですね、今後ちょっと期待を込めまして、浜口選手にね、もちろん開幕投手なので上げていきたいなというふうには思います。次は7回、よろしくお願いいたします。初回も頑張って。はいね、今日はこんな感じで終わっていきましょう。明日はね、ちょっと超人ということで、菅野選手、戸郷選手、今村選手とね、厳しい3人の先発投手相手なんですけども、なんとかね、打ち勝って勝っていきましょう。はい、ということで、今日はこんな感じで終わっていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございます。受けはチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。そうだ、お疲れ様でした。バイバイ。Going 外、立ち前の外、君は嵐のカリビアン。見せつけてやれ、パワフルスイング。外、外、外、レッツゴー!